はい、こんにちは。和柄ミュージさんです。ベサリ和柄。火曜日のテーマは音楽です。このコーナーでは和柄が好きな音楽や気になった音楽を取り上げます。はい、今回取り上げるのはこちらです。LOW IQ 01です。はい。本名市川正幸さんです。LOW IQ 01っていうのは、まあ、LOW、LOW で LOW、IQ は、IQ の IQ と01です。01数字ですね。はい。まあ、ね、最近よく AIR JAM 世代必見とかね、タイトルにつけたりしてますが、今回もそうです。はい。まあ、LOW IQ 01さんご存じない方もいらっしゃると思うので、ちょっと説明します。はい。LOW IQ 01は、日本のミュージシャンである、愛称はいっちゃん、パンクロックバンド、スーパースーピットのベーシストとしての活動などを経て、1999年にソロ活動を開始し、2007年にはメジャーデビュー、2016年には自主レーベルを立ち上げた、はい、ウィキペディアよりです。まあ、ね、この一人だと、LOW IQ 01でね、活動されてるんですけれども、バンドになると、まあ、前はマスターローっていう名義を使ってましたが、まあ、最近だとLOW IQ 01&、まあ、ザ・ビート・ブレイカーとか、LOW IQ 01& マイティ・ビート・メーカーズとかね、そういう名義で活動をされてるそうです。はい。LOW IQ 01さん。まあ、何回かライブで見ましたね。TaraZAM もそうだし、ロッキンジャパンでも、まあ、1、2回見たのかな。はい。それでね、まあ、一昨年も見てきましたね。ベイキャンプっていう川崎市の、まあ、東扇島っていう埋め立て地のなんか公園でやってた野外のライブイベントですね。ね、オールナイトでした。でね、まあこの前確かハスキンとバックドロップもう一昨年ライブ見に行ったってね、確か言ったと思うんですけれども、それより前にこのLOW IQ 01さんをベイキャンプで見ましたね。で、すごい、これが久々の、なんかね、パンク系とかのライブ見に行った、だと思いますね。ベイキャンプは、まあ、LOW IQ 01と、もうちょっとイースタンユースっていうバンドが、出たので、まあその2つが目当てで行きました。でね、LOW IQ 01さん見てね、和柄はずっとぴょん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 飛び跳ねてましたね。もう、まあやっぱLOW IQ 01いいなって思いながら、まあ一番いいなですね。なんかもうね、ずっとぴょん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 飛び跳ねてる自分にびっくりしました、和柄が。でもね、LOW IQ 01さんやっぱね、まあ天才ですね、この方はね。まあね、ウィキペディア見るとね、中学時代成績が悪かったからLOW IQ っていうあだ名つけられたって書いてありますけれども、まあ音楽やる天才ですね。まあどんな音楽が知りたい方は、まあ、YouTube にも動画上がってるんでね、見てみてください。では本日の1曲はLOW IQ 01さんのもう結構もう1999年に発売された「マスター・ロー」というアルバムに入ってる「リトル・ジャイアント」という曲を演奏します。マガラが一番聴いた、このマスター・ローの中では一番聴いたアルバムですね、これ。はい、では今ねバチェラサックスで演奏するって言いましたっけ。でもバチェラサックスで演奏します。ちょっと言ったかどうかもう覚えてない。というわけでどうぞ。ただいまの曲はLOW IQ さんでマスター・ローの曲「リトル・ジャイアント」という曲です。またねLOW IQ さんのライブも見に行きたいなと思います。本日はこの辺で失礼いたしますが、マガラミュージシャンチャンネルではチャンネル登録者を大募集しておりますので、ぜひ登録してください。よろしくお願いいたします。それでは明日も見てください。ありがとうございました。